チェックジャパンホンダブースへようこそ。ホンダは A 型エンジンから始まり、エンジンの開発で世界のトップランナーとして活動を続け、今年車の製造販売を始めて50周年という節目を迎えました。一方で昨今の環境問題やエネルギー問題により、車社会は国内にとどまらず全世界で大きな転換期を迎えています。車、モビリティの力を信じる私たちホンダは、車が楽しい存在、人の喜びであり続けると信じています。皆様に車のある生活をずっと楽しんでもらいたい。私たちホンダが目指す未来は、車を愛する人が変わらず車を楽しめる世界。その実現に向けての取り組みをご紹介してまいります。皆様どうぞ最後までお付き合いください。ホンダブースでは、ホンダが描くワクワクするモビリティの未来を3つのテーマで展示しています。1つ目のテーマは、家にもエンジンを。ホンダは家という空間にもモビリティで培ったエンジンの技術を生かしてエネルギーを作り出し、低炭素で豊かな暮らしを実現します。その中核となるのが、都市ガスや LP ガスで動くガスエンジンにより高効率発電を行いながら、エンジンの熱を回収してお湯を作り、家庭のエネルギーとして活用するガスエンジンコージェネレーションユニットです。これはすでにエコウィルの名称で各ガス会社様から販売されていますが、私たちホンダのエンジン技術を使って発電のパワーと効率を最適化し両立するとともに、熱エネルギーを有効活用するという技術開発は、長年エンジン開発に携わってきたホンダならではの取り組みです。この新造部にはエネルギー効率を飛躍的に向上させたガスエンジン、エクスリンクエンジンを搭載しています。このエンジンと高効率な発電、熱交換を組み合わせることで、一次エネルギー利用率は実に 92% に達しています。このコージェネレーションは、家庭のエネルギー需給を総合的にコントロールするホンダスマートホームシステムのコアであり、この高効率システムで家庭の熱と電力を加算加消してまいります。展示テーマの2つ目は、屋内にもモビリティを。アシモなどホンダ独創のロボティクス技術を屋内にも役立つモビリティとしてご提案いたします。まずはこちらのユニカブ。このユニカブはホンダのヒューマノイドロボットアシモのテクノロジーから生まれたパーソナルモビリティ。ホンダ独自のバランス制御技術と全方位駆動車輪機構によって、体重移動だけで速度、方向などの調整ができ、また前後だけでなく横、斜めなどさまざまな方向への移動を可能にすることで、周囲の人への動きにも自然に対応することができます。またご覧のように両足の間に収まるコンパクトサイズにすることによって、周りの人と目線の高さを同じにし、人々が行き交う屋内空間や施設などさまざまな施設での移動はもちろんのこと、家の中での自由な移動も可能としています。またロボティクス技術研究の応用として、体重を支える技術の研究も行っています。こちらはモーターの力で体重を支え、足の筋肉、関節への負担を軽減する装置、人の重力方向へアシスト力を向かわせる機構と、足の動きに合わせたアシスト力の制御によって、さまざまな動作、姿勢にも自然に対応することができます。さらに今年4月から積水ハウス様と協力関係を築き、住宅内におけるロボティクス技術の可能性を共同で検証するという取り組みも始めています。さて、これらのパーソナルモビリティ、どれも電気で動くものですが、ホンダはハイブリッドカーに加えて燃料電池電気自動車の開発や車の EV 化も進めています。その一つが
こちらに展示しております。超小型 EV マイクロコミューターです。この超小型 EV はコミュニティ内など短距離での移動を想定し、大人2名、もしくは大人1名と子ども2名の乗車を想定したコンパクトサイズに設計されています。またタブレット端末やスマートフォンをカーナビ代わりに搭載することも想定して、タブレット端末から家電をコントロールするといった暮らしと連動した新しいモビリティライフの実証実験を2013年から始めています。今回展示しておりますプロトタイプ車と同じように、こちらにありますタブレット端末からこのガレージの家電をコントロールできる体験も行っていますので、皆様よかったらどうぞご体験ください。さて、ホンダブースの展示テーマ3つ目です。3つ目はつながる車を。ホンダは家、人、街、そして車をつなげる各種の ICT サービスによって、今よりももっと安心で快適なモビリティライフの実現を目指します。まずは Wi-Fi を活用したネットワーク。これはタブレット端末やカーナビを Wi-Fi を使ってつなげることで、車同士や車と街、社会とを結びつけるサービスです。車同士の通信技術を使えば、複数台でのドライブやツーリングの時、例えば次のコンビニに寄りたい時や次のサービスエリアで休憩したい時など、簡単に情報共有をすることができます。こうした仲間同士のコミュニケーション通信以外にも、交通事故の情報や渋滞情報など見えないところの情報共有はもちろん、歩行者の持つタブレットやスマートフォンともつながることで、相手の存在をお互いに認識でき、安心で快適、便利なドライブができるようになります。この技術についてはこちらに体験コーナーやジオラマをご用意して詳しく解説しておりますので、ぜひご覧ください。またその他にもアプリコーナーでは、個性あふれる DJ たちが声であなたのドライブをサポートしてくれるロード DJ、 位置や時間に基づいておすすめスポットやニュースなどコンテンツを取得でき、それらに基づいたお出かけのプランニングやルート案内ができるトリップドリップなど、車をもっと楽しむためのアプリケーションやサービスを研究開発についても展示をしております。こちらも体験コーナーをご用意してますので、ぜひ皆様ダウンロードしてお楽しみください。ホンダが掲げる3つのテーマ、いかがでしたでしょうか。モビリティがいつまでも喜ばれる存在であること、それこそが私たちホンダの目指す車の未来そのものです。ホンダは業界業種の枠を超えて、スマートコミュニティの取り組みにさらにチャレンジしてまいります。11月の東京モーターショーにて開かれるスマートモビリティシティ2013では、積水ハウス、東芝、そしてホンダの3社が初めて合同出展いたします。業界を超えた3社ならではの提案にどうぞご期待ください。ホンダはこれからも夢のあるワクワクする生活空間とモビリティを創造してまいります。今後とも応援よろしくお願いいたします。ありがとうございました。